シリアセレナーではシリアラインが運行しているフェリー。1987年10月26日、フィンランドのエフォアによってシリアラインで運行するために発注された。プロムナードデッキが船体中央を従貫している革新的な設計であった。この設計により多くの船室が窓を備えることになった。完成を前にしてエフォアはスウェーデンのジョンソンラインと合併し、 リフジョンとなった。シリア・セレナーでは1990年11月15日に引き渡され、17日にヘルシンキ・ストックホルム航路に就航した。当初船籍をヘルシンキに置いていたが、1992年にはオーランド諸島に移した。これはフィンランド本土との法制度の際により、船内でスロットマシンやカジノの営業を行い、収益を向上させる目的であった。 シリアヨーロッパがシリアラインの船体に加わるとトゥルク・マリエハムン・ストックホルムに航路を変更した。しかし、このルートには船内設備が日中の運航を考慮していなかったことに加え、多東海の強硬な航路で運航するには相談性が悪かったことから適していなかった。1995年にはシリアヨーロッパと航路を交代し元のヘルシンキ、ストックホルム間の運航に戻った。 その結果、姉妹戦シリアシンフォーニーと同一航路での運航を実現することにもなった。1999年7月、EU の免税基準変更に伴い、免税を継続するため、寄港地にマリエハムーンを追加した。2006年、タリンクにシリアラインが買収される直前、ナーンタリのルネンモン造船所で回収作業に入った。 シリアシンフォニーとの相違点として煙突が鋼鉄製であり、デッキ外側の塗装が緑、煙突に描かれたマスコットの目が白抜き、鮮明表示が青地に白となっている点が挙げられる。2010年に改装が行われ、13階の映画館が撤去、ナイトクラブが一新された、14層のデッキからなる。ありがとうございます。